皆さんこんにちは、報徳学院合衆ブログのトシです。今日は中学1年生の国語、漢文の読む順番返り点、その中でも中学1年生で学習するレ点と1、2点について学びます。この返り点というのは中国の文章を日本語の順番に読むための記号です。レ点という記号は一つ下から返って読む、1、2点というのは1点を読んでから2点に戻るという意味なんですけれど、ちょっとね、この説明だけでは分かりづらいので、実際にどんな順番で読むのかを、この図を使って説明していきたいと思います。レ点ですね、レ点もね、1、2点も必ず漢字の、ね、左側のここの下に書いてあります。ね、こういうところに2とか1とか、ね、レ点の場合はこういうふうに書いてあります、ね、漢字の下、左下、ここに書いてありますので、ね、では実際にどういう順番でいくか、もしここにレ点があったら、レ点はこれ、この漢字は下から読んでねっていう、こういうふうに覚えてくださいね。何もないので、まず上から順番に1番でも2番目のここにはレ点がついています。ですからこの文字は下から読んでねで、2番下を読んで上、そして最後に4番ここですと、1、2、3、4、こういう順番になります。もしここにレ点があった場合ですね、1番2番下から読んでねで、3番4番で、こういう順番に読んでいきます。さあ、レ点が2つあった場合ですね、レ点がこう続けて2つあった場合、これはどうなるかというと、1番は何もついてないところが1番なんですけど、1番下から読んでね、でもこれも下から読んでねですね、下から読んでね、下から読んでね、なので2番はここ下を読んだら戻って、で3番ここを読んだら下を読んで戻っての4番で、1、2、3、4、ね、1番以外は下から2、3、4、こんな風に上がっていくような順番で読みますね。もしここにレ点がこう2つあった場合ですね、レ点は下から読んで、なのでここは飛ばして1番下を読んで戻って、じゃあここも下から読んでね、なので下から読んでねで3番4番、こんな順番で読みますね。1番2番下から読んでるなので3番4番ですね。レ点というのは下の字を読んでから戻ってね、下から読んでねで、ね、こういうふうに下から読んでねで戻るんですね。まずこの規則を覚えてください。次は1、2点について説明したいと思います。1、2点というのはですね、文字が返る文字が2つ以上離れている場合、そういう場合に使います。例えば漢字がこのように5つ書いてあって、ここに2番、ここに1番、すぐ帰るんだったらね、一つ戻るんだったらレ点でいいんですけれど、このように1個2個戻ると、こんな場合に使うんですね。じゃあ読む順番、この場合どうなるかというと、まず何も書いていない1番、2番は1を読んでからねということで飛ばします。で2番、3番、1を読んだら2番に行ってねと、4番で、最後が5番、ここですね。ね、1、2、2点のついたところを飛ばして、2番、3番は1点がついてるんで1から2へと行って、最後にここに来ると、こんな順番になります。はい、次ですね、もうちょっとやってみましょうか。例えば1点、2点とレ点が混ざった場合、この場合、例えばここに1点があって、
ここに零点があって、ここに2点がある。こんな場合ですね。ここは何も書いてないの。まず1番、2点飛ばし、零点は下から読んでねで、2番、下から読んでね、だから3番で、1点の文字に戻って、1を読んだら2番ですよと。ね、1番、下から読んでね、2番、3番、そして2点はまだ戻らないで、1点を読んでから2点いく。こんなふうになりますね。では、もう一つ、ちょっと複雑な、1点と0点が一緒になった、ね、記号がありますので、それも最後に学習しておきましょう。ここに2点があって、ここに1列点、ね、1点と0点がくっついた、この記号があったとしましょう。そうすると、1番はここですね。1番、2点は1番読んでから。では2番がここですね。で、ここ行きたいんですけど、これ0点ついてるんで、下から読んでねですから、ここは飛ばして、下から読んでねで、ここが4番。で、1点から2点やと。こんな順番に読んでいきます。このね、1点、2点、0点っていうのは、特にこのどう読むかっていうのも合わせてですけど、読む順番はテストに出やすいので、皆さんしっかり覚えてください。今日も見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。